シェリー、ワイン、シェリーは、スペインアンダルシア州カディスケンヘレスデラフロンテーラと、その周辺地域で生産される、主製強化ワイン。シェリーは、英語名であり、スペイン語では、ビノデヘレス、ヘレスのワインと呼ばれる。ポートワイン、ポルトガル、マデーラワイン、ポルトガルとともに、世界三大主製強化ワインの一つである。原料は、白ブドウの実が用いられ、 上流酒やリキュールではなく、白ワインの一種である。スペインの原産地故障制度である、デノミナシオンで、オリヘンでは、ヘレスイコールケレスイコールシェリーとして、原産地故障、ルーに認定されている。20種類以上の製法を持つ。60社以上のワイナリーがあり、ラベル数は1000種類近くである。2001年には7、レ0 0 0 0 0リットル強が生産され、 スペイン国内で約20%、うち70%はアンダルシア州がスペイン国外で約80%が飲まれている。イギリスとオランダへの輸出量が多く、2001年には総輸出量のうち29%がイギリスに、27%がオランダに12、12%がドイツに輸出された。日本には0.2から0.3%、15万から25万リットル。 が輸出されている。期限前にフェニキア人が現在のヘレスデラフロンテーラ付近に定住し、この地をヘラ、ジラと称していた。中世にはアラブ人がこの地をシェリッシュと称し、アルファベットを用いる国ではシェリッシュはシェリッシュと綴られた。アラブ人の支配時代からこの地のワインがイギリスに輸出されるようになったため、シェリッシュから添加した英語のシェリー。 シェリーがこの地のワイン名として定着した。一方、キリスト教徒のスペイン人にとって、シェリッシュの SH の発音は困難だったため、ヘラから派生した XRZ、ヘレスを用い、XRZ はやがて、ヘレス、読みは、同じヘレスと表記されるようになった。フランス語では XRZ、ケレスと書き、原産地故障産地名はスペイン語、フランス語、英語名を連続させた。 ヘレスイコールケレスイコールシェリーである。紀元前1100年頃、フェニキア人がカディスに、ブドウ栽培とワイン生産をもたらし、その後ヘレスにも伝えられた。古代ローマ時代には、ヘレス産ワインがローマに輸送されていたが、輸送中に傷まないように煮詰められ、樹脂などを加えたワインを水で割って飲まれていた。8世紀初頭には、アラブ人がイベリア半島全土を制圧したため、 イスラーム法で原則として飲酒を禁じるアラブ人の支配下でヘレスのワイン生産は停滞した。しかし、レーズン、干し星葡萄を作るために葡萄栽培は続けられ、また、他地域からアルコールを蒸留する技術が伝えられた。1154年にヘンリー2世がイングランド王に即位して、プランタージネット長が成立し、妻であるアリエノールダキテーヌの相続地、 アキテーヌ香料で生産されたワインがイギリス貴族の間で飲まれるうになった。12世紀にはヘレスのワインもイングランドに輸出されていたとする説がある。1246年にはカスティーリア王アルフォンソ10世がアラブ人からヘレスを奪還するとワイン生産が再興しアルフォンソ10世はブドウ栽培やワイン生産を奨励した。13世紀以後には 収穫年ごとのシェリーが作られるようになり、ヴィンテージの概念が確立した。しかし、アンダルシア地方は、フランス以北の国々に比べると収穫年ごとの、ブドウの品質、量が安定していたため、良いヴィンテージの年を得りすぐる発想は強くはなかった。1338年にイングランドとフランスの間で百年戦争が勃発し、 フランスからイングランドへの輸出が困難になると、イングランド人は、キリスト教徒がアラブ人から奪還していたイベリア半島のヘレに注目した。14世紀前半のエドワード3世の時代に、ヘレス産ワインがイングランドに輸出されるようになったとされており、ヘレスのワイン産業はイングランドへの輸出を通じて発展した。1431年から1489年には、 カスティーリャ産ワインの輸出に制限が加えられたが、イングランドにとっての大大地であったマデーラ、諸島産ワインの生産量は多くなかったため、ヘレス産ワインの輸出解禁が待ちわびられた。1458年にはヘンリー7世が公開条例を制定し、イングランドに輸入されるワインの運搬がイングランド戦績のみに許されることとなった。この条例によっていくつかの産物は、 現地語ではなく英語の名称に変更され、16世紀にはヘレスサンワインがサックと呼ばれるようになった。サックという名称はウィリアム・シェイクスピアの作品中にも登場する。本来の呼び名であるシェリッシュはまずシェリスに、やがてシェリーと表記されるようになり、サック、シェリー、シェリーサックという幾通りもの呼び名が混在した。15世紀末に新大陸が発見されてからは、 ヘレスサンワインは新大陸にも盛んに輸出された。また、フェルギナンド・マゼランはヘレスサンワインを買い込んで世界修航に旅立ったため、初めて世界一周を果たしたワインはヘレスサンワインであるとされている。ヘンリー・パッセイはアルカラデ・エラーレス出身のキャサリンを王妃としていたが、キャサリンと縁を切ってローマカトリック教会からイングランド国教会を分離したため、 スペイン側はスペインに住むイングランド人ワイン商人を異端者扱いし宗教裁判や投獄、家計などの報復を行った。キャサリンの娘メアリーがフェリペ二世と結婚して和平が回復されたが、1588年のアルマダの海戦ではイングランドのフランシス・ドレークがスペイン無敵艦隊を破り、強奪した2900タルのヘルスサンワインが、 イングランドに持ち帰られた。このヘレスサンワインは、イングランドの社交界で人気を得て、徐々にシェリーという名称が定着していった。ヘレスサンワインが最も人気を誇っていたのは16世紀後半から17世紀前半、エリザベス朝からジェームズ一世の知性である。初めてメーカー名やブランド名が登場したのは17世紀のことであり、JM リベロ社の前身である。 CZ が1653年の記録に残っている。その後も輸入産物の英語化は進行し、17世紀末から18世紀初頭には、シェリーという呼び名が定着した。スティルワインと主成強化ワインを分けることなく、ヘレス産ワインは全てビノでヘレス、ヘレスのワインと呼ばれるため、シェリー固有の特徴である、主成強化がいつ頃から始まったのは定かでない。 アラブ人がアルコールを蒸留する技術を伝えた8世紀以降であるとする説。ジェフリー・チョーサーがヘレス地域のワインは普通のワインよりもアルコール度数が高いと書いた4世紀頃であるとする説。シェイクスピアがシェリーは頭に登る、体を厚くすると書いた1600年頃であるとする説などがあるが18世紀以前であるのは間違いないとされている。18世紀初頭のスペイン継承戦争。 1701年から1719年、勃発後にはポルトガルがイングランドとメスエン条約を結び、イングランドでポートワインやマデーラワインが流行の兆しを見せた。ヘレスンワインは不利な状況に立たされたが、毎年約8000トンが出荷され、1728年頃までは出荷量が年あたり40トンずつ増加した。1738年には、 約9500トンの需要があったが、1739年には、英日戦争が勃発して、輸出量が1、3にまで減り、さらに、オーストリア継承戦争、1741年から1748年では、輸出量がその半分にまで落ち込んだ。1748年の戦争終結後には、需要が回復に向かったが、 1750年代から1780年代後半のヘレス産ワインの需要は1738年の1、3程度の3000トンから3500トンで推移した。17世紀から18世紀には、国外からも多くの業者が、シェリーの生産や販売に関わるようになった。需要の増加によって、別産地のワインがヘレス産ワインとして売られるようになったため、18世紀には、 同業者組合が発足して価格や規則の統制に当たった。しかし、この同業者組合は公平さを欠いた取り組みを行い、多くの業者は他産地に移っていった。シェリーの輸出量は激減し、同業者組合に対する訴訟なども行われたため、この同業者組合は1834年に解散した。18世紀末から19世紀には、スイス人のペドロ・ドメック、 ドメック社、フランス人のオーリー、アイルランド人のパトリック・ガルベー、ガルベー社、カディスの貿易商、ゴンサレス・アンヘルなどが活躍している。19世紀半ばには、それら熟成システムと呼ばれるシェリー独特の熟成方法が生まれた。この方法は、複数の収穫年に作られたシェリーをブレンドして、均一の味を保つ熟成方法であり、スペイン産や南アフリカ産のブランデー、 一部のラムやウイスキーにも用いられている。19世紀末には、うどんこ病、フィロキセラ、ベトヤマイの三大病虫害が、ヨーロッパ全土のブドウ産地を襲った。ヘレスもこれらの病虫害の被害にあったが、到来型地域よりも遅く、対処法が判明していたため、比較的回復は早かった。1891年には、原産地故障保護に関するマドリード協定が、 結ばれたが、種類では、コニャック、シャンパーニュ、ポートワインなどと並んで、シェリーも、この協定の対象となった。1932年には、原産地故障制度である、デノミナシオンで、オリヘン、ドゥー制度が導入され、ヘレスとガラガは、ワイン産地としては他に先立って認定された。ブドウ栽培地域、ヘレス、プエルト、サンルーカルを中心とする地域の認定された畑。 ブドウ品種、すべて白ブドウであり、3品種のいずれか、熟成条件、それら熟成システムを用いて、多くで3年以上熟成、熟成場所、ヘレス、プエルト、サンリューカルの3都市内にあるワイナリーで熟成の4点などが、定められており、条件を満たさない場合は、シェリーとして販売することができない。この制度の制定によって、の加盟国は、 シェリーという名を使用することができなくなった。イギリスはシェリーを樽で輸入して、イギリス国内でブレンドを行ってきた歴史があり、EU 法による原産地故障制度導入後も、シェリーという故障の使用認可を求めていたが、1996年以後は、イギリス産主製強化ワイン、ブリティッシュフォーティファイドワインという故障を用いている。EU 外では、 シェリーという名称の使用を禁じることが困難であり、国際商標協会非加盟国では、シェリーという呼称を用いていることもある。オーストラリア、ニュージーランド、南アフリカ、アメリカなど、かつてイギリスの植民地だった土地では、シェリーと称したワインを生産している場合がある。シェリーに使用されるブドウは、白ブドウのみであり、シェリー用として3種のブドウが認定されている。栽培面積では、 パロミノ種が90%を、ペドロヒメネス種が9%を、モスカテル種が1%を占めている。土壌、品種、アルコール度数、味わい、醸造方法などによっていくつかの区分に分けられる。ヘレス産地の3都市は、大西洋からの距離や気候などが、わずかに異なっており、プエルトノフィの,のサンリューカルのマンサニーリア、ヘレスのオロロソと言われる。 日本でシェリーは食前酒として飲まれることが多く、フィノなどの辛口が圧倒的に多い。夏季に国所となるスペインでも辛口の人気が高く、マンサニーリアとフィノを合わせると消費量の84%にいる。しかし、歓迎ないイギリスや北ヨーロッパ諸国では甘口の人気が高く、輸出量が多い順にフィノ、辛口、ミディアム、甘口、クリーム、甘口、ペールクリーム、 甘口となる。食前酒としては、アルコール度数が、比較的低いフィノが、食中種としては、アモンティラードが、食後酒としては、アルコール度数の高いオロロソが適しているとされる。辛口のシェリーは冷やして提供されるが、甘口のシェリーは室温、または少し冷やす程度が良いとされる。辛口と極甘口をブレンドしたものが甘口である。特に、イギリスで人気があり、 ブレンドする、辛口、極甘口の種類によって、ドライ、ミディアム、ベールクリーム、クリームなど、様々なタイプに分けることができる。シェリーは、それら熟成システムと呼ばれるシェリー独特の熟成方法を用いるため、一般的には、様々な粘土のシェリーをブレンドしたものが出荷される。単一醸造粘土のワインを、損熟成させたヴィンテージシェリーは少なく、 商品として販売しているのは、ゴンサレス・ビアス社、ウィリアムズ・ハンバート社、ガルベー社の3社のみである。1932年以来、シェリーの産地は、原産地故障制度で厳密に定められている。スペインのアンダルシア州カディス県、ヘレス・デ・ラ・フロンテーラ、サン・ルーカル・デ・バラメダ、エル・プエルト・デ・サンタ・マリアで構成される、シェリーの三角地帯が、シェリーの産地である。 ヘレスは3地域の中で最も生産量の多い地域であり、シェリーの原産地故障統制委員会がある。サンルーカルはドゥーに認定されているマンサニージャサンクラル、デバラメーダの産地で盛る。プエルトは3地域の中で最もワイナリーが少ないが、オズボーン社やルイスカバジェロ社などの大手ワイナリーがある。シェリー用のブドウを栽培する土壌には特に3種類に分類されており、 アリバリサが3種類の土壌の中で最高とされている。アリバリサは、硫酸カルシウムやシリカを多く含んだ白っぽい土壌デリー。地質的には、コニャック、シャンパーニュ、シャブリなどに似ているとされる。アリバリサは、水分がバランスよくブドウの木に供給され、酵母の働きを阻害する鉄分などの無機質が少ない。シェリーのワイナリーには、 アリバリサ土壌の多いヘレススペリオールで栽培された、ブドウを60%以上使用しなければならない。バッロは、硫酸カルシウムの割合がアリバリサよりも低く、鉄分が多く含まれるため、灰色や赤茶色をしている。アリバリサよりも収量が多く、酸化熟成を目的としたシェリーに向いている。アレナは、砂質が70%を占める土壌である。 硫酸カルシウムは3種類の土壌の中で最も少なく酸化鉄が多く含まれるため、黄土色食をしている。モスカテル種に向いており、メロンやトマトなども栽培されている。辛口の生産方法。ヘレス・ドゥーでは9月上旬頃に、ぶどうの収穫が行われ、そのほとんどは、機械収穫ではなく手積みで行われる。除光派採器で、加工、棒の木質部分を取り除き、 果実をプレス機に移して果汁を絞る。かつてはラガールと呼ばれる木桶の中で足踏みをして果汁を絞っており、現在でも秋祭りなどでは儀式として人力での果汁絞りが行われる。その後、主にステンレスタンクで1ヶ月程度の発酵を行い、糖分がアルコールに変わってアルコール度数11から12%程度の辛口白ワインができる。 世界三大主成強化ワインであるポートワインやマデーラワインは発酵中にブランデーを足して主成強化を行うが、ごく甘口シェリー以外はこのようなことをしない。11月頃までそのまま保管され、ワインの表面にフロールと呼ばれる山膜酵母が浮き上がる。スキルワインであれば山膜酵母の発生した場合は失敗とみなされるが、スペイン語で花を意味する。 このフロールが、シェリー独特の味わいをもたらす。檻を除いてから、主成強化を行い、フィノは15%まで、オロロソは17%まで、アルコール度数が引き上げられる。550から600リットルの大型のアメリカンウォーク、損の中で熟成に入り、それら熟成システムと呼ばれる手法で、古いシェリーと、新しいシェリーをブレンドしながら熟成が行われる。 このそれら熟成システムによって毎年安定した品質のシェリーを出荷することができ、またシェリーには一般的にヴィンテージや熟成年数の概念が存在しない。熟成中のフィノには常にフロールの膜が張っているが、アルコール度数の高いオロロソのフロールは立ち消え、ワインが酸素に触れることで酸化熟成が行われる。白ワインながら水色が琥珀色に変化し、 香りは豊かになる。それぞれのシェリーは、最低3年間熟成された後、成長処理、冷却処理、フィルタリングなどが行われ、ボトル詰めが行われて出荷される。ごく甘口、甘口の生産方法。ごく甘口、シェリーを作る際には、収穫したブドウを天日干しして、甘みを凝縮させる。また、発酵の途中で、主成強化を行うため、 糖分の一部がアルコールに変化しない状態で甘みとして残る。その後は、それら熟成システムで酸化熟成させる。辛口シェリーと極甘口、シェリーをブレンドさせたものが甘口シェリーである。ヘレスンワイン、シェリーは多くの文学作品や映画に登場する。イングランド、イギリスの劇作家、小説家では、ウィリアム・シェイクスピア、アレクサンダー・フレミング、 エドガー・アランポー、アモンティリアードの酒樽、ウィリアム・サマセット・モーム、アンダルシアなど、チャールズ・ディケンズなどが、スペインの小説家では、ベニート・ペレス・ガルドスなどが、ヘレス・サン・ワイン、シェリーを作品に登場させている。シェイクスピア作品に最も多く登場する酒は、ヘレス・サン・ワインであり、全作品で44回言及される。 ヘンリー4世ではフォルスタッフが長々とヘレス産ワインを称賛しており、このセリフがイングランドでのヘレス産ワイン人気に火をつけたと言われている。ワイン業者で美食家のアンドレシモンは1931年にシェイクスピアのワイン、砲薬、ダダミノルを表して、シェイクスピア作品中に登場するヘレス産ワインやマデーラワインなどを考察している。サマセットモームは、 アンダルシア第32章で、ヘレスの白は、もちろんシェリー種のそれでもあり、中略その空気は、なんとも贅沢な香りがする。中略ヘレスは、酒飲みの楽園であると感いる。サマセットモームは、スペインの歴史と飲酒文化について、追筆、ドンフェルナンドの酒場で、砲訳マスダヨシロを書いている。ディケンズのデイビッド・コッパーフィールドでは、サンドイッチと共に、シェリーが飲まれ、 エドウィン・ドルードの謎では、舌ビラメのフライ、子牛のヒレカツと共に、シェリーが飲まれている。シェリーの熟成度合いをチェックするテイスターは、ベネンシアドールと呼ばれる。ワイナリーでの日常的なシーンや、輸出業者との契約時のシーンなどの際が、ベネンシアドールの出番である。約1メートルの柄に50ミリリットル程度のカップが付いた、ベネンシアと呼ばれる、筆釈状の道具を用い、 フロールの膜をできるだけ壊さずに少量のシェリーを取り出す。ベネンシアはスペイン語の協定アバネア、アベネンシアに由来する。かつてのように契約時に使用されることは少なくなったが日常的な熟成状態の検査の際には現在でも欠かせない。また現在では祭礼やワインフェアなどで観客にシェリーを注ぐ際のパフォーンスでもベネンシアドールが活躍している。 シェリー原産地故障統制委員会は2002年からベネンシア通り認定試験を行っており、2014年までに138人が認定されている。シェリーを貯蔵していた樽は空いた後に他の種類、ウィスキーや日本では焼酎もを入れて熟成させ、甘く芳醇な香りや味をつけるために使われる。楽しくご覧になりましたら購読と良いです。 クリックしてください。